相撲博物館は日本の国技といわれる相撲の資料を収蔵した施設である。東京都墨田区の国技館内にあり、公益財団法人日本相撲協会が運営している。初代館長となる坂井忠政が収集したコレクションを母体として発足し、以降は随時資料の寄贈等を受けて収蔵点数を増加させている。 入場料は無料だが国技館に併設しているため国技館で本場所や有料の催し物がある際は国技館の入場券を持っている者しか来場できないそれ以外の開館日には誰でも入場することができる出入り口は相撲協会事務所付近と国技館正面エントランスの2カ所に設置されているが国技館で催し物がないときはエントランス側の出入り口は閉じられる 休館日は土曜、日曜、祝日及び年末年始となっている。展示期間中にガイドツアーが行われることもある。また、過去の資料も保管しているので、その閲覧も依頼すれば閲覧できるものもある。任期は通常3年。現役の年よりは就任できないが、専任の館長が不在となった場合は代行ができる。力士出身の館長は5代目の納屋を除きいずれも、 相撲協会理事長経験者である。過去の官庁代理、代行は以下の通りである。日本相撲協会の定年退職と同時に正式な官庁に就任した者もいる。上記のように現役の年よりは官庁に就任することはできないが、現役の協会役員から複数名、博物館運営委員が選任されて運営に携わることはできる。 2021年6月11日現在の運営委員は、小車理事、鏡山理事、柴田山理事、藤島福理事の4人である。4人全員が日本相撲協会の執行部に所属している。ありがとうございます。